ーチーゲーミング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、とある情報をいただいたんですよ。ということで今回はそちらを検証していきたいと思います。なんかね、ブルックヘブンの空が赤くなりますよっていうことなんですが、一体どういうことなんでしょうか。それでは行ってみましょう。まず読んでいきたいと思います。マーチーさん検証してほしいこと、ブルックヘブン深夜30時って書いてあるけど、これ3時かな。深夜3時に湖のところで望遠鏡で見ると家がテカテカ点滅します。そしたらつけてどこかの家にいると赤い空になります。どういうことどういうことだ。ちょっと湖行ってみるか。ブルックヘブンの湖って言ったらここじゃないの？ここでなんかがあるってこと？深夜30時にして望遠鏡で見ると家がテカテカ点滅。家ってあの奥にある小屋のことかな。ちょっと3時にしてみますわ、とりあえず。はい。で、望遠鏡？望遠鏡？双眼鏡じゃなくて望遠鏡なの？望遠鏡ってあったっけ？双眼鏡のこと？ちょっとこれ装備しましたよ。で、見るやん。家を見ましょう。家がテカテカするんですか？してなくない？家ってどこのことだ？家ってどこだよ。このヨットのこと？このヨットの家のことかな。でも別になんかテカテカしてる様子はないんだけどな。ちょっとね、もうちょっと詳しく書いてもらえると分かったかもしれん。ごめんな、なんかちょっと分かんなかったかもしれない。なんかさ、赤い空になるって言ってたけど、赤い空ってさ、これ実は設定から変えることできるよね。左下にある歯車を押して、で、このボタンを押すじゃん。プライベートサーバーコントロールで下の方にさ、なんかいろいろあんじゃん。これあんまりやってる人見たことないんだけど、ここで何気に空の色が変えれるよね。例えばスカイオレンジ、ほらオレンジになるんだよね。これ夕方っぽい空にすることができるし、あとはスカイグリーンのオンオフってことでさ、これ空緑にすることができる。これなかなかいいよね。いつものブルックヘブンとはさ、全然違う雰囲気にできるよね。あとはまあ雲を出したりとか。めっちゃリアルだよねこれなんか写真でも持ってきたんかなっていうレベルのリアルな雲がさ、空を覆うっていう。これ面白くない？もともとがこの空で結構リアルなんだけど、雲を出すとなんか途端になんかリアルな雰囲気になるんだよね。これね、これ曇りなんですけど、もうまさに真っ白な雪でも降りそうな感じの雲だし、スノーグラウンドって言ったらさ、木もさ白くなるんだよね。だから冬の状態のロールプレイ撮ろうと思ったらかなり綺麗な映像が撮れると思います。洪水とかもよくあるよね。今洪水出してるところですが、すんごいさ、これ地面がジャバジャバになるよね。これで結構遊ぶ人いますかね。で、これが霧ですね。霧にするとさ、結構先の方が見えなくなって、これすごい面白いと思う。あとね、あたいが個人的に好きなのはこれ、このモードですね。ダークネスってやつなんですけど、これ良くない？めっちゃ暗いよな。店の中とかに入ったらどうなるんでしょうね。これ店の中とかは別に明るいんだけど、外に行くとさ、もう何が何だか分かんないぐらいの、なんかもうお化けとかでも出てきそうな怖さって感じだよね。ってことで、じゃあまあ実際にどうやって使っていったらいいのかっていうことで恒例の茶番します。あたいは底辺 YouTuber マチコ。ブルックヘブンにお化けが出るという噂を聞きつけてやってきた。双眼鏡で覗くとお化けが出るらしい。時間は午前3時。本当に出るんだろうか。どれどれ、暗いな。真っ暗すぎて何も見えないな。本当に出るんだろうか。いなくない？いなくない？全然いなくない。うわお化けだ。なんだ君、めちゃめちゃお化けじゃないか。助けて、どうしよう。足が震えて動かない。あはは、マチさん大丈夫ですよ。僕はお化けじゃありません。干していた布団のシーツを取り込もうとしたら頭からかぶっちゃっただけですよ。なんだ、驚かさないでくださいよ。もうマジでお化けだと思ってびっくりしたじゃないですか。布団のシーツかぶったままだと前見えないんじゃないですか。足元も危ないし、取ったらどうですか。そうですね、じゃあちょっと取りますわ。あれ、後ろ向いてどうしたんですか。いえいえ、何でもありませんよ。さあ、マンチーさん、動画の続きを撮ったらどうですか。うわー、お化けだー。
これらの動画は実は全部やらせで、底辺 YouTuber まちこのこの動画は50万回再生を取ることができた。はいカット、いい動画が撮れたよ、ありがとうございました。いえいえ、お役に立てて嬉しいです。ここはブルックヘブンの裏世界、そこに一人のマーチン神が住んでいた。はは、は、私はマーチン神だ。今日も人助けをせねばならない。この双眼鏡を使って困っている人を探すぞ。神様が噴水の中を覗き込むと下界が見えた。すると一人のベーコンが困っていた。道が分からなくなってしまった。どこに行けばいいんだ。それを聞いたマーチン神はこう言った。よし、地面にお金を置いてやろう。この者の心が綺麗であればこの者は助かるであろう。そこでマーチン神は道端に少しだけお金を落とした。ああ、なんだあのお金は。交番に届けないと。ベーコンはお金を拾って交番へ向かった。ベーコンは交番でお金を届けた。するとおまわりさんがこう言った。お金を届けてくれてありがとう。ところであなたは道に迷っているみたいですね。私があなたを道案内してあげます。こうしてベーコンは助かった。マーチン神は一人のベーコンを助けたのでとても満足した。ははは、私にかかればこんなもんだ。おや、まだ一人困っている人がいるようだぞ。噴水を覗くと一人の女の子が困っているのが見えた。どうしよう、今日は彼との初デートの日なのに全然メイクがうまくいかない。これじゃあ大遅刻だわ。それを見たマーチン神はこう言った。この者はメイクのことよりももっと大切なことに気づかなければならない。そこでマーチン神は独特なメイクをこの女の子に施してあげた。わあ、何この顔、急にヒゲ生えてきたじゃん。今度はグラさんじゃん。違うタイプのヒゲじゃん。目がいっちゃってんじゃん。どうしよう、どんどん顔が変わっていく。そうこうしているうちに待ち合わせの時間になってしまったわ。すると女の子のスマホに着信が入った。はい、もしもし、ちょっともうすぐ出るとこなんだけど。すると女の子の彼氏が大きな声で怒鳴った。お前、集合時間に集合場所にいないなんてとんでもねえ女なんだ。おい。それを聞いて女の子はスマホを切った。やばいじゃんこの男、こんなことでこんなに怒るなんてもう絶対付き合ってらんない。早めに気づいてよかった。あの女の子は後々あの男にすごく傷つけられることになったから別れさせることができてよかったんじゃないかな。こうしてマーチン神はいろんな方法で今日も人々を助けていたんだそうな。はい、というわけで今回は空をいろんな色にしてちょっと遊んでみました。いかがだったでしょうか。ブルックヘブンの動画にね、結構いろんなコメントでなんかね、こういう情報があるんです、検証してみてくださいみたいなことをね書き込んでくださる方いらっしゃるんですが、あの大歓迎です。どんどん書き込んでみてください。興味があったりとかちょっと気になるものに関しては検証動画を作っていきたいと思っております。ただね、情報がねぼやっとしてるとね、なんかね分かんなかったりするので、なんかね細かく書くように心がけていただくとちょっとね私も分かりやすいかなと思いますので、よかったらね細かい情報お待ちしております。というわけで今日はこの辺りで失礼させていただきたいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。